愛知です。はじめまして、あちぎりイエーションです。1月2日からですね、今日から使える英会話の配信を開始いたします。素晴らしいよ。ありがとうございます。お願いします。もう緊張してしゃあない、本当に。英会話どうですか、愛知さん、自信あります？全くないです。ないですか？はい、全くないから背中に嫌な汗をかいてるんです今。おでもなんか英語とかは義務教育の中にあるでしょ？そうです、義務教育の知識はあるんですけど、はい、ご存知じゃないですか、英会話とはつながってないんです、そこは。つながってる、これからですよね。はい、そうです。つなげようとしてるんですか？頑張ろうとしてるんです、はい、よし、じゃあ頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで12回のラインナップを見ていきましょう。お、ということで今回のラインナップのテーマは外国人へのおもてなしです。まあよくあるシチュエーションですかね。そうですね、外国人に道を聞かれたらどうする？はい、逃げちゃおう。じゃあ多分現状自分逃げがちなので、はい、今日これやって逃げなくなると、はい、なるほど。あとは外国人に道で写真撮ってと言われたらどうする？まあそれは撮ってあげましょう。はい、これ自分これ東京駅で一回言われたことあって。本当ですか？去年写真撮ってっつって、でノリで撮ったんですけど、はい、何に言われたか全然分かってないんですよ。あ、でも撮ってぐらいは伝わればそれで十分じゃないですか？だったんですかね、はい、もうちょっと伝えたいです。でも、はいはい、日本の流行り言葉英語でどんな表現でやるんですかね。これ困るんですよね、本当は。はい、直訳すると、お疲れ様ですわ、はい、なんかお前すごい疲れてる顔してんな。あ、めちゃくちゃ深いですね。そうですよね、はい、だったら会釈の方がまだいいか。全然疲れてないわ。なるほど。会社着いて5分も経てないの。バイト先に外国人観光客が来たらどうする？それは丁寧に接客しましょう、はいはい。なんともう土星論ですね、もうね。そう、土星論ですね。オンラインゲーム、オンラインゲームとかやりますか？昔やってましたけど、はい、今はちょっとやらないです。何をやってたんですか？昔ですか、はい、あとモンスターハンターです。モンスターハンターいいですよね、はい、そのオンラインゲームで外国人、はい、まあ世界ですからね。そうですね、たまに外国人と話す機会があるかもしれないですけど、うん、同じチームになったらどう話してるのか。なるほどなるほど、意思疎通必要ですからね。で、あとは舞台がアメリカに移るんですね、これは。あ、行くんですか？行くらしい。すごい予算あるな。行きましょう。実際はアメリカのホテルにチェックインするときとか、うん、自分海外旅行何度かあるんですけど、はい、めちゃくちゃ困るんですよ。トピックスがいっぱい揃ってるんですけど、なんか楽しそうですね、はい、でそうですね、実際に使えそうなものも。そうですね、はい、実も自分が海外行ったときとかにも実際使えると思いますので。いいですね。ぜひ先生よろしくお願いします。お願いします。楽しくしようぜ。よろしくお願いします。お願いします。なんかよろしくお願いします多いわ。つい行っちゃうんすよね。行っちゃうんすよね。そう、つい。これ配信はいつからですかね？あ、配信は1月2日はですね、はい、一応午前8時を予定しておりまして。午前8時から。そうです。で、毎週土曜日のその午前8時毎週1本ずつ投稿してる感じになりますので。あ、本当ですか？はい、ぜひご覧いただけたらと思います。お願いします。お願いします。言っちゃったわ。